が返しました。いや今の佐藤のバッティングですが、そうですね、初球はね、はい、あれよりも若干高かったんですよね、抜き目それよりもちょっと低くなったんで、はい、今ちょっと内側からバットが出ましたね。うん、まあ、いいバッティングです。はい、まあ、とにかくにはやっぱりこの選手は打点がつくっていうのがね、そうですね、大きいですよね。はい、まあ、やっぱり初球振れたっていうのも、はい、まあ、結果的にはね、やっぱ大きいですよね。9本目のヒット、これが同点のタイムリー、5対5、追いつきました。いやでも矢野さん、7回あれしのいで、そうですね、ここで追いついて